盗撮されたことがあって、お前が芸能人ぶんなよみたいな。チャンネル登録者5万人で月100万稼ぎましたみたいな。僕も坂野ゴチさんみたいに金持ち YouTuber になりたかったです。はい、どうも、日々これ編集坂野ゴチです。僕って最近トイレに行く回数3回から4回に増えたじゃないですか。今回そのことはどうでもいいんですが、チャンネル登録者数10万人前後の YouTuber あるある、早速いきましょう。ということで今日は登録者10万人の YouTuber を適当に呼んできました。おお、最近登録者10万人来ました、恋愛系 YouTuber の新野です。まあ、今回そんなことはどうでもいいんですけれどもこういういじりが来るんですね。今日は10万人いた新野さんと、僕7万人ですけれども、はい、10万人前後の YouTuber あるあるをね、まあ7万人いったら10万人ですよ。あ、もうもはやそうですね、はい、超リアルな情報を今日はお届けしましょうよ。視聴者さんからしたら、まあそんなに1万人とかの時と変わんないんじゃないかって思うかもしれないですけど、10万人ぐらいいくと変わってくるんですよね、あるあるが。10万人ぐらいになると今後の展望どうするのってやたら聞かれるあ、今後チャンネルどうしていくのみたいなのってそうめちゃくちゃ聞かれます。僕は、ウームに所属してその、マネージャーみたいな方がいるんですよ、うん、はい、今後どうしていきましょうロンさん、全ての会話が変える前提なんです。確かに今までのはちょっと、前座だよみたいな。進化も必要なんですけど、そう、守っていきたいものもあるじゃないですか、うん、なんかすっげえよくわからん人からちょっと新野さんの動画編集させてくださいみたいな。めちゃめちゃ来ますね確かにこれ笑けるぐらい来るんですよね。笑けるぐらい来ますね。いや、わかるんですよ、コンタンはわかってるんですよ、はい、編集って仕事を見つけるの結構大変だったりするんですね、でなんか伸びない、YouTube とかの編集とかをやったらやる気が起きないし、あ、そうだみたいな、すでに伸びてるチャンネルの編集すれば手っ取り早く実績稼げるなみたいな確かによくその依頼文に書いてあるのが、今まで請け負った有名 YouTuber 様みたいな、なんか一応リンクが貼ってあって、なんかそこに10万人ぐらいだと多分載せられるレベルになってくる。そういう人ってなんかただでもいいからお試しでやらせてくださいみたいなこと言ってくるんですよ。それただでも、あ、じゃあただだったらってお願いしたら、今後謎のメールに自分の名前が羅列されるオリジナルグッズやたら作りたくなる構想だけ練る作りました僕たちって、あるあるが面白くて見てるとか、うちだったら恋愛を学びに来てるみたいな人が多いんで、なんか実際自分自身にファンがついてるっていう感覚は実はなくて、確かにグッズ出したところで、お前が芸能人ぶんなよみたいな、確かになりそうで、僕は作るけど売ってないんですか、ね、売ってなかったんですね。2個とかしか売れなかったら落ち込むじゃないですか、ね、落ち込みますねコラボ以来めちゃめちゃ来る、めちゃめちゃ来る。しかもあれですよね、3000人ぐらいの方からめっちゃ来る。そう逆になんか登録者100人とか2桁とかからはなんか申し訳なさがられて意外と来ないんですけど、3000人ぐらい行くとワンチャンあるんじゃないって思って結構依頼来ますね。めちゃめちゃ来ますね。その何万とかっていう方からはあんま来ないんですよ。実際僕1回登録者1000人未満のチャンネルとコラボしたことあるんですよ、がっつり。はいはいはい。それは僕がその人の編集技術がめちゃくちゃすごいなと思って、自分からこういうことなんですよ、はいはい、あ、この人は、チャンネル登録者関係なくコラボする人なんだって多分思ってるのかなるほどめっちゃ来ます。コラボの誘い方が、なんか一緒にやりたいです、一度食事でもどうですかみたいな、はい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 、せめてなんかネタが、だから坂野ゴチさんだったら誰もが使ったことあるプチパラコスメ10選やりませんとか、はいはいはい、だったらああどうしようかなってなるじゃないですか。そうですね、なんかやりませんクリエイターがよく集まってなんか一緒にやろうよっていうやつに近しい、企画ありきだったらありですね。そうですね、企画ありきで送ってくださるコラボは結構受けたりしてます僕。あ、じゃあ皆さんね、これを見られてる方ね、企画付きでコラボ依頼したら読むっていうことだったんで、はい、そうですね、ぜひぜひありがたい、ありがたいですからね、やっぱ声かけてもらうの、ね、実際そうなんですよね、楽しいですもん。クリエイター同士の裏話めっちゃ入ってくる。あ、それは確かにめっちゃ聞きますね。急にじゃないですか。登録者が増えてきたらなんかすごい不思議なんですけども、大体同じぐらいのチャンネル登録者のチャンネルの人と仲良くなりません、うん、そうですね、なりますなります。で、ある程度登録者数が多い人ってなんか事情を知ってるんですよね。そうですよね、なぜか知ってるんですよね。全然違う事務所の人の話だって。例えばさんってさんにしてるっていう、なんか人間なんですねやっぱり。なんか、あれなんですよね、が過去した動画を持ってて、みたいなね、芸能界の情報みたいなのも結構そうですね。いや、これ僕本当にマジ勘違いしました。もう YouTuber は人気の職業だと思ってたんですけど、マジで一切声かけられない。本当にかけられないですよ。かけられない、はい。一
回何の間違い かチャンネル登録者が5000人の時にマジで声かけられたことあるんですよ。あ、はいはいはい、たまたま、はい、で、あ、そろそろ外出るのも気をつけた方がいいのかなとかって思ってたんですけど、うん、今や10万人になるまでそれ以来1回も誰からも声かけられないんですよ、うん、でも確かに僕も同じ感じですよ。1万人ぐらいの時にめちゃくちゃこう盗撮されたことがあって、会社の人とプライベートで飲んでたんですけど、はい、そこで撮られて、でそれ以来何もなくなりましたね。そういう、いきなりね、うわ警戒しなきゃって意識だけ植え付けられるのに実際何もない。なんか最初強い敵出てきたみたいな感じになっちゃうんですよ、弱い時に。そうなんですよ。そう10万人ってなんか結構声かけられるイメージだったんですよ。けど全然誰も知らないですよね、設定に。変にややこしい人から見つかるのが早いみたいなのってありません？ああ、わかりますわかります。なんか僕も親に、家族に内緒で YouTube チャンネル始めたんですけど、はいはい、なんか登録者100人ぐらいで親にバレる。めちゃめちゃわかります。なんでここからバレるのみたいな。失うものが先に来る。先に来て、でだんだん信頼を回復していくみたいな作業になってくるんです。で得るものが別に10万人になってもそんなに得るものってあんまり意外とないっていう。そうめっちゃ YouTuber やってるってだけで金持ち前提で会話進むことありますか？確かに相手にはやっちゃうけど、そうそうそう、されたらちょっと言いやすい。そう全然持ってないんだけどみたいな。なんかちょっとタクシー乗ったとか飲み会の会とかそうなんですけど、はい、会社の同期とかにタクシー乗っただけで、おやっぱり YouTuber 違うなみたいになるんですよ。これね、良くない文化があるんですよ。だから Twitter とか見てると、なんかチャンネル登録者なんか例えば5万人で月100万稼ぎましたみたいな、はいはいはい、なんかうちらからしたらえありえなくない、うん、みたいな。確かに。すごく効率よく稼いでるチャンネルの人たちが金額言ってんですよ、うん、世の中、うんうんうん、めっちゃ稼げますみたいな、うん、実際全然っすよ。全然ですね、びっくりしますね。僕とかだったら編集をお願い外注してるんで、うん、そこで費用かかったりとかするんで。確かに確かに、そうですね。逆に何が残るんだろうみたいな、うん、なんか残るの何ですかね、嫌味だけ。なんなら普通のサラリーマンより絶対下だと思います。うん、なんかボーナスとか出ないですから、うん、YouTuber って。僕も桜越さんみたいに金持ち YouTuber になりたかったです。いやほら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 いやいや YouTuber って稼げるんでしょ。 YouTuber だよ。俺もやっちゃおうかなみたいな。自分が一番してるじゃないですか。俺もやろっかなみたいなノリで始めようとする YouTuber の相談めっちゃされる、うん、めっちゃされますね。まず1本出してから言ってって。最近もう返しがもう型にはまっちゃってて、30本出したらまあ教えるわみたいな。そうなんですよ。一緒にコンセプトとか、 なんか、ね、最初の方は、うん、あ、なんかこういうのが特技なんだったらこういうチャンネルにしたらみたいなのめっちゃアドバイスしてあげるんですよ、うんうん、はい、やんない、やんないんですよ。そうやんない、びっくりする。ほんまにやらないんですよ。めっちゃ考えてやらないっていうのを連続されたらもうなんかやる気なくなっちゃいますよね。うん、僕最近困るのが1時間だけちょうだいって言われるんですよ、そういう人。まあまあそう、結構じゃないですか。しかも直接会って教えてほしいみたいな、はい、編集も教えてほしいみたいな。うわ、贅沢贅沢贅沢って思って、1時間に盛り込むこの頭使わなきゃいけないし、もうなんだろう、でやらないんですよ。これはね、まあ、10万人前後っていうか、まあ、5万人ぐらいの時から言われたことなんですけど、はいはい、久しぶりに会った友達との話題、YouTube の話題だけ。だけになる。申し訳ないぐらい。どうしたらいいですかね、僕らは。まず聞かれるのが、YouTuber って稼げんの？そうなんですよ。あれ結構謎なんですけど、人に年収聞くの失礼みたいな風潮って なぜかあるじゃないですか。ありますよね。でも YouTuber には聞いていいんですよ。平気で聞きますね。あれ何ですか？で、なんか俺もやろっかなっていうのがセットでついてきたりとか。ああ、そうですね。喋ってる時にも自分のフレーズめちゃめちゃ真似される時あって、僕じゃないですかとか、めちゃめちゃ言われますね。僕って昔陰キャだったじゃないですか。本人に直で言われても僕ってとかって言うけど、僕なんか言わなきゃいけないのかなみたいな。だから僕はなんかヤモテキは作れるあるのですとかって、はい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 。プライベートの会話とか、まあ、何でもそうなんですけど、 YouTube っていう単語出てきたら話そっから振られるみたいなのないですか？あ、確実にありますね。ですよね。あ、え、なんか友達とランチしてて、はい、お店で、そうそうそう、今って YouTube の話題超多いから、うん、別の席から YouTube っていう単語聞かれたら、そうそうそう、なんか YouTube の話題にこっちもなる。そうそうそう、そうなんです、そうなんです。あれ、そういえば YouTuber はどう考えてんのみたいな。本当にね、全然調子、もう全然調子乗ってないですよ、うん、調子乗ってないけど、心の中でなんか YouTube っていうか YouTube、 なんなら YouTuber っていう単語がどっかで聞こえたら、あれ俺のことみたいな。あ、めちゃめちゃわかります。僕もそこで調子乗ってない、そう調子乗ってない、調子乗ってないけど、ごめんなさいってなるんですけど、ちょっと人心過剰だけど、ついに声かけられるみたいな。そうそうそう、うっすら感じるんですね。街歩いてる人とかで、はい、YouTuber がさみたいな、こうポロって言った時に聞こえると、おって振り返っちゃう、俺聞こえみたいになりますよね。自意識過剰になっちゃうんですよね。
というわけで今日は10万人の YouTuber あるある、はい、やってきましたけれども、ね、まあ、あのモテキプロデューサー新野さんのチャンネルは概要欄にあるのでぜひ見てください。今、はい、10万5千人ぐらいですね。あ、10万5千人ですね、うん、というあるあるをですね今日は10万人いってない僕がお送りしました。ありがとうございました。